こんにちは、ライムです。ということで今回は衝撃のハーフアニバーサリー内容、そして新たなシーズンパスが開催された、シーズンパスはやるべきなのか解説。はい、ということでね、 FF7 リバース発売されて、数日経ちましたが、僕もですね、チャンネル登録してる方はお分かりの通り、連日連夜ね、生放送やっていたりしますが、全然終わんないね。プレイ時間もう30、40時間弱やってんのかな、やってるけど全然終わる気配がないんですけど、まあ面白いね。まあ面白い。まあ買ってないっていう方も見てほしい、僕の生配信見てほしいなと思うし、まあやってるよっていう方はね、楽しんでいきましょう。そんな感じで、今回エバクラの話になるんですが、まず最初の話として、ハーフアニバーサリーね、これについては僕も予想動画からついにね、開催が確定まで、カウントダウンも始まって開催確定ということにはなってるんですけど、その中で運営さんの発表でですね、なんと7週連続ハーフアニバーサリー開催決定っていうのが発表されたんだよね。開催事項を発表されたって感じなんだけど、そう、これ驚きだね。さすがに僕も1ヶ月ぐらいかなっていう予想動画では言ったんですけど、さらに、そこにプラス3週ということだね。まあこれは FF7 にかけてるということなんでしょうけど、7週っていうと、つまり49日、まあ、約50日間、ほぼ2ヶ月だよね、実質。で、3月7日からの7週連続ってことは、まあ、もうほぼ2ヶ月、本当に2ヶ月、丸々2ヶ月、3月と4月はハーフアニバーサリーイベントで終わるっていうことなんですよ。すごいよね。で、その中でね、まあ、その、やっぱ X とか見てるとですね、この7周年連続イベントだから、まさか毎週ガチャやるんじゃねえかみたいな言ってる方いたんですけど、さすがに新規ガチャ7週はないと思うんですよ。ないと思う。ただし、その新規ガチャはないけど、違うタイプのガチャ7週ならあると思うんですよ。言ってる意味わかりますか？例えば、その3月7日開幕、まず新しいガチャやると思うんですね。確実に新しいガチャやると思うんですけど、その次の週とそのさらに次の週は、例えば、その、いつもより安いクリスタル1500で星5武器1つ確定のガチャをやってみたりとか、あと、セレクトガチャやってみたりとか、あと、特定の、例えばウェア復刻ガチャやってみたりとか、っていう感じの、違うタイプのガチャを7週連続でやる可能性は全然ある。まあ期間はわかんないけどね。このハーフアニバーサリー開催中ずっと開催してるのか、それも1週間ごとでその期限がね、なくなるガチャなのかわかりませんけど、まあその可能性は全然あると思うよ。たださすがに新規ガチャ7週連続はないと思うんですよね。少なくともこの2ヶ月間で、まあ7本新しい新武器が実装されるってことでしょうし、まあ大体ね、エバクラとか見てると新しい武器を大体1回のガチャにつき、まあ、2本ぐらいのペースで来るのが多いので、まあそうなってくると10本以上新規武器を実装するってことになるんですけど、さすがにそれはやらないと思うんだよなと思うので、僕はまあ仮にやるんだとしたら、ガチャ7週連続でやるんだとしたら、違うタイプの種類のガチャをやるんじゃないかなとは思ってるですけどね。まあこれは分かりません、本当に。ハーフアニバーサリー自体はもちろん今回 0.5 周年だから初めてのことなので、前例がないからね。これが、未来の前例になっていくわけで、まあ、分かりません。エアリスも言ってましたけど、未来は白紙だよっていう、そういうことです。なんで、分かりません。あくまでこれは僕の想像推測の話になってくるので、これも当たるかどうかは全くわからないのでね、僕は全くこの今の発、この動画の発言については責任も持ちませんので、もう3月7日を待とうということです。はい。まあ、いずれにしても楽しみだね。なんか僕の予想がちょっと甘く見積もりすぎたのかなって。僕の予想よりも豪華になりそうな気配がするよね、もはや。はい。
ということでですね、まあ、ハーフアニバーサリーの話はそんな感じで、で今回新しいシーズンパスが始まりました。これね、仕事の時間だぞと、ということでタークスのメンバー3人のホーム背景がもらえるよっていうシーズンパスになってます。でこれが一応ポイントとしてね、あるものが、前回のシーズンパス以降で報酬が豪華になってるんですよ。これ実は気づいてる方、気づいてない方いるかなと思うんですけど、はい、これノーマルハントの状態だと、あくまで選べるメモリー交換券ギルブルークリスタル1500個っていうね、これは課金してもしなくても、もらえるというところなんですけど、今回ね課金してあげるとプレミアムハント、なんと選べる星5武器交換券1枚、それからブルークリスタル6000、さらにさっきのホーム背景、仕事の時間だぞと、仕事の時間まで行ってないのか、仕事だぞとか、仕事だぞがもらえるということになっていて、今の現状のエバクラのアイテム、貴重品の中で一番いいアイテムどれかって聞かれたら、僕は間違いなく選べる星5武器交換券って言うんですけど、これ以上のアイテムって現状存在しないよね、マジで。だって今限定武器結構出たじゃないですか、 FF9 にしても、この間のねリバースコラボのティファのガイドグローブにしても、あれ限定武器なんで、次の復刻が出てこない限りはもう二度と手に入らないし、ウェポンパーツで突るしかないっていう状況で、すごくまあレアにはなってるんですけど、まあそういった武器は手に入んないけどね、選べるとは言ってるけど、選べるとはいえそれは手に入んないんだけど、その限定武器を除いたあらゆる武器が手に入るっていうことを考えると、まあ非常にいいよねこれ、とてつもなくいい。あの今まで取り逃した武器とか、あとね、まあ一番この選べる星5武器交換券いいなと思うのは、例えばダンジョンランキングとか、あるいは高難度とかね来た時に、やべえちょうど今使いたい武器5突だわとかさ、4突で止まってんだよなみたいな、そんな時にこの選べる星5武器交換券があると、やばそういえばこれがあったじゃんって言って突れるんだよね。で突っただけで結構変わるから、5突と6突の差ってすごいしね、極端な話言えばね、5突と6突の差はすごいんで、それでもう勝てる勝てないの差に、まあ、なってきたりとか、6突できたからこれだけのスコア出せるようになったとかっていうのも全然あるからね。今まで例えば、5突の状態だと食らっていた攻撃を6突にしたら食らわなくなったおかげで、ここでキャラが死ななくなってスコアがね結果的に伸ばせるようになったみたいなことも全然あったりするので、それを考えるとこれ非常に、まあ、有効、自分が使いときに使ってあげるっていうことができるか、とつることができるから非常にこれいいです。であと、まあ、いつも僕課金パックのね、あのおすすめパックどれがいいですかっていう質問に対しての答えで、まあ、動画出してるんですけど、その中でもよく言ってるんですけど、課金レートの話しますよね。でこのゲームだとだいたい1円イコール1クリスタルっていう課金レートになってることが多いんですけど、このトレジャーハント、このシーズンパス課金パックを買うとですね、通常2200円で、通常のレートだと2200個のブルークリスタルなんだけど、2200円払って6000個のブルークリスタルついてくるから、クリスタル換算でいうとかなりお得なんだよね。なんであのいつも課金してる方、美課金勢の方は普通の課金パック買うよりは、こっちのシーズンパスのプレミアムハントを開放した方が安上がりです。あんまり普段課金できないよって方、たまにしか課金しないよっていう方は、少なくともどうせ課金するんだったら安上がりで済むプレミアムハントで課金した方が絶対いいと思うので、僕はこっちをおすすめしますね。まあ、もちろんブルークリスタルなんで、レッドクリスタル限定のパックとかは買えませんけどね。まあ、少なくともこのブリックリスタルでもガチャは20連分っていうことになりますし、さっきも言った通り星5武器交換券もついてくるから、決して損はない。はい。ということで、課金してる方、ちょっとでもね、
あとはハーフアニバーサリーか、ハーフアニバーサリーのぶっ壊れ武器も、想定してですね、一応安上がりで済むような課金方法でなるべくブルークリスタルなりレッドクリスタルをね集めておいた方がいいかなと思うので、これはおすすめ度高いです。僕もこの動画が終わった直後に課金します。はい、まあそんな感じだね。まあとにもかくにもちょっとでも課金してる人はシーズンパス必ず課金した方がお得だし、ハーフアニバーサリーイベントも楽しみになってきたねと、そんな感じの動画ですよ。はい、ということでこの動画アップし終わったら僕はまた FF7 リバースの生放送を始めたいと思いますので、ぜひねそちらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録どうもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。